こいつはすげー、たくさん人がいるぜ。よろみんな、こんにちは。こんにちは。お前たち最高だぜ。おお、ちょっと待ってくれ。俺たち海側の人たち、知らない奴を前のこっちに見つけたぞ。3列目の一番端にいる黒い甲羅の大人の君だぞ。いや、こんにちは。こんにちは。おお、名前なんて言うんだい。ナオキです。ナオキ、渋い名前じゃないか。よし、じゃあナオキ、俺が最高だぜって言ったら君は両方のヒレを高く上げてうおーって元気よく言うんだ。おい、ナオキ、ニヤニヤしてる場合じゃないぞ。君はいいか、ナオキ、最高だぜ。予想以上に楽しそうだったね。よし、じゃあ今度はどうしようかな。よし、じゃあ今度は前のこっちに行ってみよう。2列目の一番通路側にいる白っぽい甲羅で青いヒレの君だぜ。いや、こんにちは。かわいすぎる。ヨーマ、合ってる？違う。鈴木ヨーマ。ガイノさん、わかる？ちょっと待ってね。合ってる。フラッシュお待たせ。ユーマくんだって。ユーマ、名前短くなっちまったな。ユーマ、どこから来たの？大阪、すげえ。じゃあさ、その大阪ってところから誰と一緒に来たの？ヨーマとママしか分からなかった。じゃあヨーマ隣にいるの、ママ？よし、ママとも話をしてみよう。ママ、こんにちは。こんにちは。ママの名前は？ゆいです。ゆい、素敵な名前じゃないか。だからゆいはさ、ゆうまからいろんな質問された経験ってある？あります。そうか、うちの息子のスクワットもそうなんだぜ。ゆい、俺たち親同士バッチリ気持ちが通じ合ったら。いや、ゆい、話ができて嬉しかった。ゆうまもありがとな。いや、実はさっきもスクワートにいろいろ聞かれたんだね。パパ、人間はなんであんなに僕たちと違うのって。で、俺はこう答えた。わかんねえ。だからみんな今日はさ、人間のことについて俺にいろいろと教えてくれないか。教えてくれるなら元気よくはーいって言ってくれ。せーの、お前たち最高だぜ。ナオキ、その調子だぜ。よし、じゃあスクワットから最初の質問だ。ねえパパ、人間って泳げるのって聞かれたんだ。よし、じゃあこの中で泳ぐの好きなやつヒレ上げてくれ。泳げるやつヒレ上げて。泳げる、おお、ほりないかな。泳げるやつヒレ上げてくれ。よし、じゃあガイドさん、後ろ行ってみようかな。後ろのこっちだな。ヒレ下がっちゃったらヒレ上げて。泳げるやつヒレ上げて。一番後ろの通路から2番目のやつと話してみようかな。いや、こんにちは。お名前なんて言うんだい。あやの、合ってる？あやな、最初からそう思ってた。あやなはさ、早く泳ぐのが好き、それともゆっくり泳ぐのが好き？ゆっくりいいよな。俺も大好きなんだ、こうやってさ。あやなでゆっくりのんびり、あやなでなおきです。
ところで直樹今全然関係ないな。あでもね、あやな、俺早く泳ぐのも大好きなんだ。よし、じゃあガイドさん、その辺ざーっと泳いでくるから、みんなと一緒にタイムを測っといて。じゃあみんなで一緒に数えるよ。せーの、ただいまー。軽く行ってきちゃったー、大阪。よし、じゃあ今度はみんなの番だ。俺に質問があるやつはヒレを上げてくれ。何でも答えるぜ。遠慮しないでヒレ上げてくれよ。クラッシュ、前の子が質問あるみたいだぞ。ありがとな、ハンク。よし、じゃあ前のこっち行ってみよう。3列目の通路から3番目にいる。あ、黄色っぽい子らの君と話をしてるようだな。こんにちは。こんにちは。お、名前なんていうの？宮田栄一の7歳。俺ら全然何言ってるか分からない。7歳だけ分かった。年齢までありがとな。もう一回名前教えて。栄一です。栄一、合ってる？うん、合ってます。あの、直樹の、直樹の息子です。教えてくれてありがとうな。OK、直樹の息子、栄一、質問なんだ。あの、口座の中に足とか頭全部隠せることってあるんですか？ない。聞いたことがある。陸の上のカメは頭や手や足ってやつをこう甲羅の中に入れることができるって聞いたんだけど、俺たちウミガメはこのヒレを甲羅の中にしまうことはできないんだ。だから陸の上のカメとウミガメとはやっぱちょっと違うってわけだよな。いやでも栄一、あ、ごめん、直樹の息子栄一、質問してくれてありがとうな。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ次の質問があるやつ、ヒレ開けて。後ろの大人でもいいぞ、遠慮すんなよ。よし、じゃあガイドさん、後ろのこっちに行ってみよう。一番後ろ、端から2番目、白い甲羅の人がヒレ開けてくれてる。うん、そう、そっちの方の後ろの方、端から2番目、ニコニコしてるそこだ。こんにちは。こんにちは。お、名前なんていうの？花です。花、質問なんだ？今月誕生日で好きな人と誕生日にお出かけするんですけど、クラッシュのおすすめのデートコースを教えてください。ここ。誕生日いつなの？19です。6月19。6月19です。 OK、 待ってる。お前たち最高だぜ。よし、じゃあ次の質問があるやつ、ヒレ上げてくれ。何でも答えるぜ。よし、じゃあ今度はそうだな、前のこっちに行ってみよう。前から2列目の端から3番目、黒い甲羅の子が隣の大人にヒレ上げさせられてた。こんにちは。名前は？青です。青、合ってる？待って、誰なんだか分かんないもん。青、質問なんだい？いいんだぜ、隣にヒレ上げさせられてたもんな。じゃあ OK、 じゃあ青には俺から質問してみよう。青、隣の人はママで合ってる？知らない人かと思った。じゃあ青はママのこと好き？ママとのね、どっちが好き？ん？ママ。みんな拍手してくれ。なんかそうだ、ママに勝てるわけないよな。いやでも青答えてくれてありがとう。お前たち最高だぜ。とデスティニーじゃないか。よし、じゃあみんなでドリーデスティニーって呼んでみよう。せーの、ドリーデスティニー。ハロー、こんにちは。ハロー、みんな。いや、今
みんなから人間の世界のこといろいろ聞いてたんだ。あ、そうだ、ドリー、みんなにクジラを教えてやってくれないか。お、デスティニーがいい。私も教わったの。連れてくればよかった。いるけど。わあ、いつから。じゃ、みんな私の後に行ってね。クジラぞー、あろー。せーの、クジラさん、ハロー。お前たちやる。みんなすごい。とってもうまかったわよ。マッコウクジラ弁も聞こえたわ。かなり上級よ。もうちょっと待ってくれ。なんか変な音が聞こえる。今日はみんなと会えてすげえ楽しかった。お前たち最高だぜ。